皆さんはこんばんにちは、おとじゃです。こんにちはです。おついちでございます。かまいたちの夜特別編、続きをプレイしていきたいと思います。はいはい、まあ、はい、おつみだったわけですよ。そうですね、違うわ違うわ、はい、いやもうこの時点でこう俺が急にメキモトってあってすらいで終わってるわ怖すぎるね、これ終わってるメキモトって、超能力。要は、はい、要はですよ、田中さん以外死んでないとこまで戻ればいいとは思うんですけど、はい、田中さん以外が誰死んだんだろうね、最初は。確かにまあ一つ一つね、トリックを明かしていかなくちゃいけない。襲われた三木本ってここがもう怪しいわけでね、うん、まあ要は三木本自作自演ってやつでしょ、はい。田中さんの話をしてて、うん、でもこの俺道元さん現れる後ろからポン、道元と一緒に行ったらもう、まあ最初はやっぱりその田中さん、あのバラバラ死体は果たして、うん、バラバラ死体はどうやってバラバラにしたのか。そうだよね、ええ、君たちもビール飲むか今日もう会えないわね、やばい。これ大阪ルート、大阪エンドですね。大阪ルート、誰よりも誰よりも打ち込んか、打ち込んか、打ち込んか、ワン、ツー、スリーで、バカだよな、ここも。まあまあまあ、じゃあ、打ち込んかいやいや、そこはもうだから一本しかねえからさ一部と、なんかあったのやべえ。あ、もうすべて始まったよ。これ ABC あるからね、ここね。わかる、ここか。何回から調べる。ああ、ここはもう田中さんが主体となってたっていうところなんですけど、ここでまあ要はちゃんと推理できるかできないかってことで。そうですね、46から何回から調べる。まあ こっちか、うん、犯人は窓を割って入ったか。うん、さあだいぶ戻りましたね、これね。だいぶ戻ってます。そうですね、まあまだこの時点ではね。うん、でまあ、何の根拠もないのに僕たちの中にアリバイのない人がいることに気がついたっつって、根拠ないやってただの男だったっていう事実が発明して、うん、でまあちょっとみんなでね、こういろいろと情報を出していきたいので、はい、A で。そこは最初何を選んだの。 B、 B、 はい、はい、犯人はもっと前からペンションの中に張り込んでいたんじゃないだろうか。そしてゆっくり時間をかけて田中さんの体を切断した。そう考えないと人間はあんなふうにバラバラにできたことの説明がつかない。確かに。ということで、はい、それとも何か方法があるのか。できるわけがない。バナナの手品を応用すれば、もともと中にワイヤーを通して紐通しておいてファッつって一気にバラバラにするやつですね、うんうん、これ部屋自体に仕掛けがあったとしたら。ええー、どうですか、ね、あーだー、俺が考えられるのは部屋自体に仕掛けが。いや待って、でもバナナの手品を応用するって、あーほらだって殺したようなもんだけど殺した記憶がねえってどういうことよって話だよね。だよね。っていうことはやっぱ部屋自体に仕掛けがあったじゃない。バナナの手品ってどうよ。そうするとあの人ほらなんかコートを着込んでたけど、うん、もうあの体の中にその仕掛けるやつがあって、田中さんは、田中さんはですね、小林さんの話だと、うん、2メートルぐらいたあったと、高い身長だったっていうことを言ってましたけども、うんうん、言ってましたね。ええ、2メートルのバナナちょっとよくわかんないですけどまあ一つヒントを言うと、田中さんはそんだけ背も高かったようですし、はい、右元さんも結局身長は高かったと。あれ、ということはですね、最初に右元もうあれだったんだっていう話にならない。右元は田中さんとしていて、でこうバラバラになった後、普通に三木本さんは三木本さんで来たってこと？ちょっと待って、バラバラになった後って、あ、まあ、バラバラになったふりをして、そのバラバラのやつはもう人形で、それか誰かの死体をこうバラバラにしてあったのを置いといたみたいな。誰かもう三木本さんだって殺しまくってるわけじゃん、もともとなんかあの感じだと。まあまあそうね、違う人の死体を持ってきて置いといて、こうあたかも田中さんが死んだように見せかけたみたいな。でもなんか、田中はそんなやつ知らんけどみたいな雰囲気だったけど、で、どうなんだろうね。そんなやつ知らんというか、まああいつは俺が殺したようなものかって言ったもんね。うん、
まあそこになければないっていうのでも選択肢は、OK、できるわけがないって、どうしましょうか。ちょっとなんかこの2つがしっくりくるかっつったら来ないもんね。まあそうだね、はい、僕たちが解決するまであんな短い時間で下打ちする方法はないんだからね。で言うとみんなでまたほら話ができるわけがないと、うん、まあでもこれなんか見たような気がするんだけどな。はい、おしまり、はい、誰か通ったらすぐ分かるはずだって話をして、そうですね、ええ、そうすると、そうすると、地下だ、地下から穴を掘って地下室で侵入したな。C だろ、ここはもう完全に。あいてててて、誰にも見えなかったのだ。で、な、バカなって言った後に、は、待てよっていうこう流れでしょ、これ多分。外から田中さんを殺した。正面から入ってきたが、誰にも見えなかったのだ。ちょっと待って待って。いや、だからね、うん、そこはもうおかしいんだけど、うん、なことあるわけな、あ、待てよ、タラリーンって出てる、出る感じでしょ、絶対また。絶対そういう流れでしょ、これ。正面から入ってきたが、誰にも見えなかったんだ。ほら。そうか。大丈夫大丈夫、これ。これダメだ。これダメだよ。いや、あのね、アニューさん、うん、鋭いですね。鋭いですか。まあ、誰にも見えなかったっていうのは、見えないっていうよりは、もうみんな普通知ってる人が通っただけだと思ってると思うでしょ。はい。正面人間ではないですよ。心理的な資格、まあまあ知ってる人、どうしたの、あとが豆鉄砲、水鉄砲、豆鉄砲じゃないの、水鉄砲、水鉄砲食らうん、ここから水鉄砲です。豆鉄砲だ、誰が言うなら豆鉄砲だろ。いいじゃないの、どっちでも。それで一体どうしたのよ。真相が分かったんだ、バラバラ殺人の犯人がね。おう、バラバラ全員ぎくり、本当かね。小林さんも驚いて、犯人ってまさか私たちの知ってる人の中に犯人がいるっていうんじゃないでしょうね。おつみを恐る恐る尋ねた。残念だけど、そういうことになる。そんな、俺だ、僕は言ってない。犯人は僕だ。おつみ、君だ。もう必ず選択肢に入ってる。ダメだね、頭おかしいだろ。A と B の選択肢。しょうがない、まあ、そういうゲームなんだから。俺もこうだよ。犯人は僕だ。犯人は当然僕でもなければ、そこで見ることだけ殴られる。おつみでもない、うん、さあ、ミキモト、もう出てきたのこれ。いや、でもミキモトなの？だって犯人の名前って入れるんだよ。この時点で犯人の名前、違う名前入れたら終わりだろうが。根本から間違っとるわ、そしたら。だからやっぱりこう、だからやめろって。誰だってみんなに言われるだろ。じゃあもうここら辺から、うんうん、なんで自分の名前入れようとしてんだよ。間違えた間違えた。結局まあまあやったところでまたなんて言うんですか、はい、誰だっけ、そう、またすいませんでした。やっぱり私の無粋な推理でしたになっちゃいますからね。なわけがないっつって終わってしまうから、うん、そう。はいよ。だね、これコナンスタイルだね。はい、犯人はミキモンさんだ。僕はきっぱりと言い切った。ミキモトさん、ミキモトさんですって。ミキモトさんはここに到着してからほとんど談話室にいたのよ。やっぱアルバイがあるやつが一番濃いというやつですな。2階に上がったのは確か、おつみは少し上を見上げるようなポーズで記憶を探った。そう、荷物を置く間だけだから2分とかからなかったはずよ。一体どうやってそんな時間で田中さんを殺し、その死体をバラバラにすることがなんてことができるっていうの。おつみはえらく三木本さんの味方ですね。え、お、どういうことよ、君を。どうした。ああ、そうか、そう考えたんだね。空のバッグには現金ではなく死体が入っていた。死体が入っていたーだね、これ。結局、バッグの中何もなかったんだもんね。そういうことだね。そうです。でも、そんなにチェックされるとまずいってことだね。うん、確かにそんなことはできない。で、結局、ほら、みどりさんとかも殺されたのは、そこがあるんだと思うけど、死体を、うん、隠しに来たってことですね。君にバスタブ入ったよね。入ったね。何を調べた。何を調べた。あの時何を調べた。洗面器とあと石鹸とか調べた。ああ。なぜ。なぜ。なんかその手を洗ったりしてないなんて処理する
処理するってわけじゃなくて、確かこうなんか手ぬぐいを濡れてるかどうかを調べたんですけど、ね、人間の体内っていうのは非常に血液が多いもんで、はい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 、バラバラにするにはそれなりの血が出るわけですね。はいはい、水位が。となると、はい、みどりさんは、何かに気づいてたわけですね。何かに気づいてた。手ぬぐいが真っ赤になってるって、また 何かに気づいた。まあ本来あそこでバラバラにするには、はい、まあどっかでやらなくちゃいけないんで、いやまあ風呂場の浴槽の中でとかやってるんじゃないですか、はいはい、なぜ、風呂場が使われた建設機がなかったのかっていうことですね。まあそれになるとあのさっきの話になってくるんですけど、まあそれに気づいたみどりさんは殺されてしまった。はあ、もう確かにね、そう、全然使った形跡がなかったからね、はい、うん、だから本当はあそこでも三木本さんを当てるパターンはあったっていうことですね、うん、はい、待って、はい、まあ、いろいろ想像して僕は言った。まあ、三木本さんは実はもっと早く到着していたとしたら、田中さんをバラバラにするのも可能だ。いや、多分、カバンの中に死体が入ってたから、これはどっちを選ぶんだい？どっちを選ぶんだい？どっちを選ぶんだい、私。まあまあ、間違ったらまたもうそこに戻れ。まあまあ、そうです。まあ、なんともこう、緊張感のない構えたちだな、これ。まあでも、どうなんですか？こう、反論…そう、このゲーム面白いところはさ、はい、主人公、なかなかこう、反論できないタイプだよね、これ。確かにそんなことはできない。うん。まあでも、多分 A だな、これは。うん。確かに、そんなことはできないね。でも、みたいな。僕はそうやって答えた。でしょ、うん、もうちょっとよく考えてから言いなさい。基本的にこう推理系のものはこうまず突然のカウンタートークですからね、うん、でしょ、バカみたいな言い方をする。いや、バカでしょ。お前僕は当てずに急いだ。来た、ダブル。二人をバラバラにする時間がなかったから田中さんを殺すだけ。いや違うな、田中さんを殺すことはできなかったは確かだけど、鈴木さんなら殺せたんじゃないか。ちょっと待って、どういうこと。誰だよ。何誰だよ。なんで急にそんな出てくるの。これもう間違っちゃった方向じゃん。完全にこれだって何の答えもないもん。まあ A かな。死体をバラバラにする時間なかったけど田中さんを殺すだけならできたぞ。いやまあ殺しのプロなら一瞬で人を殺すことはできるでしょうけど、じゃあその後死体はいつバラバラになったの。別には当然の疑問を発する。例えば首とか肩とか切断したいところに特殊な仕掛けを取り付けておくんだ。時間が経つとじわじわと引き締まって体を切断、ワイヤーですな、これ。はあ、はあ、形状記憶合金、まあメガネとか適当な話になってきたぞ、これ。適当な話になってきたぞ、これ。僕はこの世に相当な自信があった。あったのかよ。うん。あ、終わった。もう戻らないぞ。形状記憶合金？そんなものどこにもなかったよ。いつ？そんな機会なかったわよ。三木本さんは人を、一回上に上がっただけよ。発見するときも部屋には入ってないし、大体殺すのはともかく、そんな仕掛けセットするのって切断するのと同じぐらい時間かかるんじゃないの。こりゃダメだとか言って。まあじゃあダメじゃねえか。いや、さすがさ大した今後もらえるか、言われるかじゃなくて大丈夫さ、落としてか、後でぶち殺したい。いや、そういうことになる。その後に一番最初にやられるのは俺だよ。まあそういうことになります。いや、いいんだよって。こんな状態じゃお互い疑い合うのも当然だ。よく知らないバットの方が怪しく見えるだろうしね。いいなんかしてないよ。後で俺の部屋に来なよっつって。待ってるよ、お父ちゃくん。やられちゃうね、これ。お前バットでパカッつって。はい。しょうもないね。はい。踊りましょう。踊りましょう。もう踊りましょうって。こうで B を選ぶってこと、ね、ですね。いいですね、このさっと戻れる。うん、素晴らしい。いや、すごいよ。なんかこれを僕らはもうずっと、もう一回最初からやらなかったら嫌だったの。いいで。美子さんが実はもっと早く到着したとしていたとしたら、田中さんをバラバラにするのも可能になる。ギク彼もまっすぐ見つめ返してくる。怖っ。この野郎。おつみ。もっと早く？じゃあ夕食をすぐ田中さんの部屋に窓から忍び込んで時間をかけて死体をバラバラにしたってこと？そうさ。で、お？ちょっと待ってくれないか。ちょっと待ってくれないか。お
小林さん来た。君は彼が夕食後に電話をかけてきたことを忘れているよ。いいかい？彼は外からここに電話をかけてきたんだよ。君の推理によると、2階で死体をバラバラにしていたはずの時間にね。しまった。そのことを忘れていた。それはですね、あれですよ。携帯電話使ったんでしょ。ダメだ、圏外だ。ダメだよ、携帯電話この辺りで使えないと言っただろ。それに近くには民家もなけりゃ公衆電話もない。死体をバラバラにして町と往復するには時間が足りない。近くには民家もなけりゃ公衆電話もない。普通に中からかけたとか ?1 個しかないのに？いや、1個しかないのこれ。フロントの電話大事でしょ、うん、だけですね。これダメだ。さあ、あれじゃあもう違うのかこれ。そうですね。追い詰めるにはちょっと証拠が足りねえってやつですね、これ。だからおついさんが言っていた風呂場まで戻らないときつそうですね。いや、まあ、あと、その、もう一個あったでしょ。もう一個。ええ、ここに行く前に。はい。これだね。これ目安。はい。はい。てん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 。これ？あ、いや、なんだっけ。こう、おつみになっちゃう。どこだっけ？犯人。こっち？そっちか。侵入方法。楽しいですね。ええ。そうですね。とすると、いや、ここでも…あ、ここはもう行ったか。ここはもう行ったね。どうなんですか？あれですよ、なんだっけ、その謝る、もう一、その手前の分岐で謝ってたところのところ。手前の分岐で謝って何？なんだっけ、鈴木でもなけりゃみたいな。こ、なんだっけ、田中は殺せなかったけど鈴木は殺せたかもしれないみたいな。あったでしょ。 あったね。ええ、あれなの。あっち選んでませんね、まだね。あ、ほっ、こっち選んだ後かな、多分。どうかな。確かにそんなことできないね。で、これか。これか、こっちか。田中さんを殺すことができなかったのは確かだけど、鈴木さんなら殺せたんじゃないかな。鈴木さんって誰よ。誰よ。はい、おつみがいぶかしげに尋ねられたね、これね。適当に言っただけさ、本名は知らないよ。アメリカじゃ身元不明死体のことはジョンとかって呼ぶらしいけどね。一体どういう意味よ。こんなところからこじ開けてくる。つまりあのバラバラ死体は誰のものかわからないけど、田中さんじゃないって言ってるのさ。田中さんじゃない。じゃあ誰よ。だから誰のものかわからないんだって言ってるだろう。いいかい、三木本さんにも他の誰にも田中さんを殺してバラバラにすることはできなかった。勝った勝った。しかしあそこにバラバラ死体はある。ということはつまりあの死体は田中さんじゃない。そういうことだ。ん？お？なるほど。犯人が分かった明かりに今度は被害者が分からなくなったってわけか。敏夫さんは鼻で笑いながら言った。しかしそいつは変じゃないか。小林さんが迷うしね。おう、おう。被害者が田中さんでないなら一体どっから入ったと思う。もちろん正面ドアからですよ。そんなはずはない。ドアが開けば奥でチャイムが鳴るようになってるから、たとえフロントにいなくても見逃すはずはないんだ。それはそうでしょう。一人で入ってきたのならね。でも誰かと一緒なら別です。被害者は田中さんと一緒に入ってきたんですよ。一体何を言ってるんだ。あの人は一人だったよ、間違いない。小林さん怒ったように断言する。何を言ってるんだ。おとじゃん、もったいぶった推理になったな。いいねおあ、スキーバッグの中を確かめましたか、小林さん。被害者はその中にいたんですよ。てれてーん、すでに殺されバラバラにされた姿だ。ああああ、まあ、ということで大正解ですね。ありがとうございます。別にだからバラバラにする場所はなかったんだよね。ただ単にリュックに入れるためにもうバラバラにしてた。だから、あ、そこでバラバラにするにはバスタブあまりにも綺麗すぎた。だから帰り地とかどっちみちあそこでやったんだったら浴びるはずなのに、バスタブが綺麗すぎるからっていうんで、みどりさんはそれに気づいてやられてしまう。もうすでに死んでたんだ。そうそうそう、バラバラだったんやっていうことが逆にね、うん、うん。
おのが全員一斉に息を飲み、吐き気をこらえるように口を手で押さえた。じゃあ、死体をバラバラにしたのは？おつみが言った。そう、運びやすくするためだった。大体、あんな短時間で人間をあそこまでバラバラにできるわけがなかった。おつみ、あの脅迫状を覚えているかい？ええ。3人組の女の子たちが騒いでいたあの紙切れのことだ。あれの文面からすると、犯人は死体の発見が12時頃になると考えていたようだ。発見が早すぎたのか、早すぎたのが犯人にとっては最大の誤算だった。確かに12時ではなかったよね。ええ、9時ぐらいでした。ちょっと待って、じゃあ犯人は部屋の中に死体を置いて窓を割って2階から逃げたのね。ちょっと違う。2階から逃げるのに窓を割る必要なんかないだろう。確かに。みんないぶかしげな面持ちで互いの顔を見交わす。お、確かによう考えてみたら窓を割る必要あらへんな。普通に窓開けてね、ファッつって出ればいいわけじゃん。カヤムさんが顎に手を当てながら言った。侵入するんやったらともかく、中から外で出るんやったら鍵開けたら済むことやさがいな。ほんな、なんで物なんか割ったんや？僕たちの注意を引くためです。なんやで？あの音で僕たちは何があったのかと、何かあったことを知り、その結果全員であの部屋へ駆けつけました。犯人はわざと僕たちが死体を発見するように仕向けたんですよ。どうしてそんなこと？おつみが当然の疑問を発する。実際の犯行時間を 誤認させてアリバイを作るためだよ。アリバイ？でもわざわざ割った時、犯人はまだあの部屋にいたわけでしょ。アリバイなんてどうやって？ドゥルン。もちろんあの時犯人はとっくに部屋を抜け出してたのさ。窓が自動的に割れる仕掛けをした上でね。ほう？ほう？ほう？怪しい？考えられるとしたら、どうだろうな。バッグの中にバラバラ死体が入ってるんでしょ？はい。なんか重りみたいのをつけて、はい、ドアをなんか閉めると同時にそれが外れてバーンみたいな。このね、仕掛けもね、実はね、もう。もうあった。もうありましたね。もう、あんじゃわかる？時点で、わかっ。なんか俺はよくある、ほら。特にホテルとかオートロックだけど、ここは違うみたいじゃん、自分で閉めるタイプ、うん、だったらドアを閉めるときになんかセロハンテープとかをやっとくと、うん、内側から最終的に引っ張るとこうロックがかけられるとかいろいろあるからさ、それと同じような原理で何かを引っ掛けておいて外すと重さで窓を割って下に死体がバッつって落ちるんじゃないかななんてね。でもなんか何かあったっつったらなんかそういう描写はなかった。描写というかヒントだって。この時だってどこにいたんだっけ？これだと今田中さんの部屋にいたでしょ？いや、なんかみんなロビーにいた。あ、ロビーにいた。ロビーにいたでしょ？三木本談話室じゃなかった？みんな談話室にいましたね。あ、そうか。はい。ってことはだよ。はい。まあ次元なんたらを使うしかないわけですよ。次元的なものですね。そうですよ。まあそう考えると俺が、そこにあっておかしくないものを使うんですよ。そうですね。あれなんか落ちたなとか言ってたから、あれじゃない？氷は溶けるじゃん。うん、つららのあれに引っ掛けておいてみたいな。おう、おお、それを踏まえた上で次行きましょうか。なんかね、なんかね、腹立つんですよ。申し訳ないですよ、別におつみさん何も悪くないんですけどね。そうですね。腹立つんですよこれ。自動的に割れる仕掛け。どんな仕掛けよ。うさいな。おつみに突っ込まれて僕は考え込んでしまった。どんな仕掛けなんだろうか。そうだ、猫のジェニーを使ったに違いない。バカ野郎だな。ジェニー。猫のジェニーがこう、ビーッってこう詰めて。どんだけジェニーやべえんだよ。うん、雪だ。まあ雪だろうね。雪を使って何かできないだろうか。ジェニーです。ジェニーですね。はい、そうですね。屋根から落ちた雪に驚かされたね。雪だよ。雪を使ったんだ。雪？イブカシゲがよく出てくるね、これね。雪？ユーチュー？ジェニーじゃないの？お、なんかすごい、なんだこれ。ジェニーじゃないの？ああ、ジェニーではないです。その窓の片側から出るように出るとしよう、はい、出ました、はい、そしてもう片側、風で煽られても動かない程度に固定しておく、はいはい、上に置いてありますね、はい、
そこに1メートルか2メートルぐらいのロープを、なんて言うんですかね、これ。取っ手だね。取っ手か。あ取っ手ってあー書くんだ。はい、取っ手に軽く引っ掛ける。そのロープの反対側には何か平べったい板のようなもの、スキーバッグの底板のようなものをつけ、繋いでおくんだ。はあはあ、はあはあ、窓と板をロープで繋ぐわけ。あのさ、すげえ読みやすいね、そのちゃんとおつみてんてんってついてるところ。そうね。なんでこれを最初からやらなかったんだろうっていうね。それをどうするの。外へ飛び降りる前に、その板は屋根に積もった雪の中に突っ込んでおくのさ。おお。そうすれば、ある程度時間が経った段階で雪は滑り落ち、一緒に板も落ちる。おう。窓は勢いよく引っ張られ、外壁に叩きつけられ、ガシャンというわけさ。板とロープは窓から外れて雪の下に埋もれてしまう。おう。おう。証拠隠滅。って言いながら、まあ調べればじゃあ出てくるわけだね、それが。だね。小林さんが感心した様子でうなずいた。なるほど。じゃあその間に犯人はここからずっと遠く離れたところに行って、アリバイを作っておくことができたわけだ。僕はさらに続いた。そうですね。でもそれだとアリバイとしちゃ不完全でしょう。小林さん違いますよ。お？この天候で。お？きちんとしたアリバイを作れる場所まで行くのに一体どれくらいかかります？雪が落ちる時間を正確に予想することは難しいでしょうし、しかも窓が割れた時間を僕たちがはっきりと記憶している必要もある、操作できるわけじゃないからね、うん、確かにひどく偶然を当てにした計画になるわね。おつみが言った。これは自分でしょ、俺か、うん。犯人はもっと周到な計画を立てていたと思う。いつ窓が割れてもその時間に確固たるアリバイが作れるような、そんな計画をね。そんなことできる。できる。ほう。おつみの問いには答えず僕は答えた。僕はみんなの顔を見渡した。そして一つの顔に目をとどめた。止めた。あ、止めた。どうぞどうぞ。この吹雪の中、立ち往生してしまう危険を犯すより、ずっといい方法があります。服も髪型も変えて、このペンションに戻ってきて、僕たちと一緒に死体を発見する。ねえ、その方がいいと思いませんか、三木本さん。全員が一斉に三木本さんの方を見つめた。彼は僕の視線を受け止めたまま微動だにしない。僕は再び口を開いた。田中さんはずっとサングラスをしていました。誰でも口を聞こうとも、聞こうとしていなかった。サングラスを外し、服を着替えて、つけひげをつければ、もう僕たちにはそれが田中さんであるとはわからないはずです。みんなが見つめる中、三木本さんは笑い出した。それじゃあ、僕はまるで怪人二重面相だな。不可能犯罪と変装の名人ってわけか？変装の名人じゃなくたって、それくらいできますよ。僕たちは誰も田中さんの素顔を知らないんですから。じゃあそういうことにしておこう。どうしてその田中とかいうやつが僕だと言えるんだ。同居法です。あなたを除く全員が田中さんがいた時にもこのペンションにいました。でもあなたが来てからは田中さんは目撃されたことがない。おいおい、だからって僕がそいつだってことにはならんだろう。犯人は今も一生懸命雪中行軍している可能性だってあるんだ。そうですね。もしあなたのそのひげが本物だったら、僕はこの推理を引っ込めますよ。確かめさせてもらいますよね。やばい、やべえ、かっこいい。で、あれでしょ、こう引っ張ろうとしたらいたって言われて、ほんとすいません、ミコンさん。ミコンさんは怒りをあらわにして僕を睨み返した。おい、冗談もいい加減にしてくれ。これがつけひげだって。立ち上がり、僕の方に顔を近づけながら、自分の手でもじゃもじゃのあごひげを引っ張ってみせる。僕の推理は間違っていたのだろうか。一瞬迷ったが、僕は手を伸ばし、右が俺で左が三木本さんだったね。そうだね。僕は手を伸ばし、三木本さんのひげをつかみ、強く引っ張る。行け！さあ！あれ？痛い！抗議の声を無視してさらに引く。あっ！お
ベロリーベロリー、皮膚がめくれたのかと思ったが、まあでも結構強めにつけてはいると思うけど、まあつけ髭ですからね。そうですね、うん、もちろんそうではなかった。そこにはつるんとした顎がはっきりと見えている。やっぱり僕が口をするよりも早くミゴンさんは僕の腕をつかみ一瞬にして後ろ手にねじ上げていた。あらー、いやー、僕は思わず叫び声を上げていた。ミゴンさん、やっぱり田中さんと同一人物。これは僕の後ろで言う。こんなにあっさりバレしまうとは思わなかったさ。見かけによらず頭が切れるんだな。まだまだこれ完全に俺人質コースでしょ。俺そうだよ。おつけひげを剥ぎ取る音が僕の頭の後ろで響くとみんなが息を呑む。じゃあ本当にあんたが。小林さんが言いかけて絶句した。そうだよ、こいつの言った通りさ。俺が死体をあの部屋に運んだ。見破られるはずはないと思ってた。こんなところにとんだ名探偵がいたもんだ。見られてますよ。ありがとうございます。ちょっと手離してもらえませんかね。僕は腕を振りほどこうとしてもがいたがますます強くねじ上げられただけだった。暴れると腕が折れるぜ。勘弁してください。低い声で脅され僕は震え上がった。ボキッ。もう折られた。彼が本当にそうできるだろうということも本気だということも分かったからだ。どうするつもりなの？どうするつもりなの？おつみが青ざめた声でね、顔で言った。さて、どうしたもんかな。こうなっちまった以上は朝まで仲良くってわけにもいかんだろうしな。人質を取って逃げるか、それともお前らみんな死んでもらうか。この平然とした口調に血の気がうっそまっぱと引いていくのを覚えた。あんたは喧嘩慣れするのかもしれないが、全員を相手にして語ると思ってるわけじゃな、ちょっとないだろうな。塩さんが挑戦するように言うと、三木本さん、いい加減さん付けするのはやめよう。三木本は不敵に笑った。こいつの腕が折れてもいいんだな、かかってきや。やめてくれ、やめてくれ、俺は嫌だ。ボキ僕のことが気にしないで早く取り押さえてくださいと僕は叫んだ。多分これやるともう多分隠していたポケットナイフがこう出てきて、もう年を死亡ですよこれ、うん、ここで選択肢出てくるのか、どうしようかな。さあ10ですからね、割とね。ええ、ちょっとこうね、さすがにね、ここでやると誰か死にかけないから、いやーでもな、どうしよっかな。自己犠牲する。もうナイフが出てきちゃうよ俺。でも多分ここでこうお罪とかがね、犯人じゃない、人質に取られてたら大変ですけど、はい、まあ、自分ならもう腕の1本や2本ね、これちょっと、はい、ああ僕のことなら気にしないで早く取り寄せてくれ。気にしてる、気にしてる、めっちゃ気にしてる。おう、そうかい。お前骨が折れるとどれほど痛いか知らないと見える。情けないな。実は何事も延長だ。一つ教えといてやろう。べき。ああ、痛い痛い痛い。あ、しかもなんでそんななんか話してくれてさ、腰に手当ててるんですかね、あなたは。関節が一つ増えた。よかったね。おい。っていうかみんな早く取り押さえてよ。ああもうやだ。吐き気とめまいが同時に。まめいが。気を失い。おとちゃん、おとちゃん。大丈夫？一光年層の先から聞こえてくるよ。大丈夫さ、死にやしねえよ。これで骨の痛みの痛みが理解できてた。さて、もう腕はもう一本あるな。そっちも折られたいか。早くみんな助けてよ。折られたいか。僕は自分の耳を疑った。今の痛みでさえもう気が狂いせんの、皆さんもう一本も折るというのか。無性に腹が立つ。こんな奴がやる。涙見せる。そんなことさせないわ。あなた、ああ、そんなことさせないわ。やばいやばいやばい、これで良くないんじゃないの。これおつみ死亡フラグ。そして人のぶつかり合う音、涙も拭わず顔を上げるとおつみと三木本の揉み合ってる姿は滲んで見えた。ぼやけてはいても三木本の大きな体に立ち向かうにおつみの体が響きすぎることははっきりとわかる。
もう積み詰まれ情けないやつだおい。ダメだな。何なんだよ、まあ、ちょっと上がったぶつかりにくわトゥー。僕は無我夢中で叫びながら右元の背中に体当たり。わーあマジわー痛いよ。ぶつかった途端腕から肩へ、肩から脳天稲妻のような激痛が走り、それだけ倒れそうにもなる。石の思いで踏みとどまり、三木本を睨みつけると彼は驚愕の表情を浮かべて僕を見ていた。お前え、三木本を見えた。股間を思いつつやーべーやーべーティーンってやつだこれ。トキシトリー。お、トシオさん来たよ。トシオパンチや、トシオパンチ。おあー、これは良かったね。おう、来たよ。まだ彼は立っている。強い強い。ちょっと背後に変わった小林さんが、小林さん多分元アサシンとかさ、どんだけ感の悪いアサシンなんだよ。夜中寝込みを襲われて死んでるし、普通にやっぱ大乱闘じゃん。ボコボコにされてるような気がする。スマッシュブラザーズじゃんこれ。悪党の音、叫び声、物の壊れる音、そんな騒ぎの音も僕の耳にはいつしか心地いい子守歌のように吐き失った痛みで目を閉じて床に倒れ込むと、僕は意識を失っていた。気づくと僕は大阪にいた。なんでやねん。てってってってじゃないよ俺。大阪編の。あ、ベッドの上ですよ。起きた。おお、無事に。む、はい。思い出してきたよ。あの後何が起こったのだろうか。おおつみ。なんでやな寝言だ な, な, な名前呼ばれたような気がした。気のせいか。なんで知らなかった。おい、彼女の横顔に涙の乾いた跡があるんですけど、この人殺し、僕のことを心配して泣いてくれたのだろう。違う世界線やろ、うん、世界線。そしてずっと僕のそばにいてくれたのだろうか。彼女が目を覚ましたら聞きたいこと、そして話したいことがたくさんある。そんな風に思った。一日では足りないくらい、いや一週間でも一ヶ月でも足りないくらい。でもとりあえず始まりの言葉は決まっている。なんだ。お前が犯人だ。おつみがゆっくりと顔を上げ目をこすった。ああ、ダメ。僕は言う。おはよう、おつみ。誰あんた。ダメ。怖いな、なんか記憶喪失なんだよ。おでもハッピーエンドっぽいな。ねえ。俺の腕一本です。おーい、やべえ、サクッと。はい、カン。俺はいやでもさ、かまいたちのよりプレイしてさ、ああ速攻で感づいてこれで終わったらすげえその人ちょっとまあまあかわいそうだよね。短いゲームだったよ。でも大体の人は僕もやってたけど、うん、あの人殺しで僕も刺されて一回終わったから、まあ大体皆さんあそこに行きますね。ストックでサクッとやられたもんね、うん。いやもう三木本さんのあのなんだっけ、自分の死体になってるトリックは全然分かんなかったし、うん、結構こうね、推理物系とかあの、はい、ミステリーとかを見てる人はこのパターンあるからね、はい、そうだね、死体のふりをするっていうのは、うんうん、もしくは自分の死を偽装するっていうのは ね, あるけど、ゲームオーバーってやつもそうだったしね、うん、でも僕やってる頃これ中学生 か, かいやまあ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 特にこの当時出てたら多分このやり方はすごい珍しい方だと思うから、うん、そうだね、結構すごいなと思いながらやってましたけどね。トリックとしてはかなりのものです、うん、どうでした。いやー、やっぱり好きだからこういうゲームは、はい、だから全然俺は楽しかったなと思う。サウンドノベルゲームです。何、おつみの魂これさまよってんのこれ。さまよってますね、これね。ペンションね、もうだから行かなきゃ。あーでもこれ、はい、撮影協力、ペンションクヌループ、はい、本当にある場所ですか。まだありますね、はい。まだあるんだ。まだあります、ございます。動いて、今はもう止まれないけど、その、いろんな止まれないんだもん。止まれない、ただ、家だけはグッズとかなんかそういうそう、置いてあるらしいですよ。売ってあるみたいな。かまいたちグッズ売ってんの。売ってるとか、なんかまあ、いろんな撮影クヌループグッズが置いてあるらしいですね、はい。結構有名になっちゃったんで、やっぱこのね、ゲーム以降ね、はい、みんな記念撮影しに行くらしいですよ、はい。いやー、行ってみたいですよね。行ってみたいですね、これね。いやー、まあでも三木本も大変ですね。結局でもなんでバラバラにしたのかよくわかんないね。そうだね、それはわかるの。三木本は要はまあコース行ってればわかんのかね、三木本がなぜこう殺しまくってるかみたいな。
いや、だからあれですよ、あったでしょ、事件が。あー、ニュース流れてた。ニュース流れてた。だから、本当にそれ銀行強盗して、うん、もう一人のやつは片方が運転手だったやつが裏切って、殺しちゃって、うん、っていう話なんですかね。それが、その、もう一人の共犯を、うん、の死体をどうにかするためにここに来た。どうにかするというか、まあサクッと隠すために、うんうん、なるほどねみたいですね。じゃあまあお金はどこかにあるんだね、はい、なるほど。もしかしたら車の中とかにあるのあるかもしれない、ね、そうですね、その逃走用の車で来てたってことになるもんね、うん、で犯人は死んだってことになれば、三木本さんは三木本としてこう悠々自適にこう、そうか、はい、盗んだ金を使って、はい、犯人はあのバラバラ死体になって、犯人も誰かわからないまま、お金もどこに行ったかわからないまま迷宮入り、三木本万々歳のはずだったんですがってことですね。まさかの頭の切れる音じゃに、はい、でもそうですね、迷宮入り万々歳だったんだがとか言ってて、結局最終的に全員殺してるじゃない。まあそうねまあまあ、だからでもね、そうだよ、そこまで頭切れるのに失敗してからのもうとりあえず全員殺せばいいみたいな感じでやばかった ね。まあそしたら多分全員殺して、うん、雪がやんだら逃げるってだけだろうね。まあ、ね、うん、まあ、でもその辺はね、やっぱこう犯人の甘さですよね。そうですね、だってみどりさんに気づかれちゃってからのスタートですから。まあだからみどりさんが気づかなければっていうところだったんだろうね、ああ、そうですね、本当にね、うん、そうすると誰も気づかないまま、うん、そっとこう三木本さんは三木本さんとなって消えていくという、それはそれでゾッとする話ってやつでしょ、これ、ね、あ、クヌルクまだ泊まれるんだ。あ、泊まれるの。泊まれるらしいっすよ、ほら、普通に食堂食堂まあまあこのまんまだし、談話室まだこのまんまだし、ね、いや別になんかこういう部屋に帰ったら突然紙が置いてあってやべーっつって評価も高いですね。ぜひ気になる方は一度、はい、これでもしあの行ってきましたっていう人がいるかもしれない。まあそうですね、はい、やべえな、うん、OL たちが泊まってた部屋に泊まりましたとか来るわけですよ ね。これ田中さんの部屋だと思います、うん、はい、これでなんか一晩だけなんか全員その名前をさ偽名でこう来たらやばいよ、ね、それこそ事件だわっていうね。あれ完全に三木本じゃねっていう、こうでかいやつがそれでかい谷中じゃねっていうのがその辺座ってつけひげですよね、バリッつってやめろよっつって剥がれるっつってということで、はい、かまいたちの夜特別編、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回ね、違うゲームでお会いしましょう。ほんじゃまたな、またな、またね。やめろ。